はい、はい、ハロー YouTube、俺です。ちょっと初めての試みなんで、音声がちゃんと聞こえるか、絵としてね大丈夫かみたいなところは気になるんですけど、たまに僕が言ってるこのジャーナリングで頭をすっきりさせようっていうようなねことを言ってるんですけど、ジャーナリングとはまあ思考ノートと言ってもいいんじゃないかなというふうに思ってるわけです。人間が1日にね6万回ぐらい思考するらしいので、そこら辺のね溜まってる思考を、ノートなどにね書き出すことによって、クリアリングができるというようなね、そういうやり方であります。一日終える、夜のタイミングもしくは、目覚めてからのタイミングでねやると、いいかなというふうに思っております。ということでね、一旦こういう感じだよみたいなことでね、やっていこうかなって思います。はい、ノート自体はねでかい方がいいですね。このノートの幅が、この思考の幅と言ってもいいのでね、このキャンパスの広い方がいいということです。テーマは何でもいいです。テーマもなくてもいいんです。ただ思ったことはねどんどん書いていくってだけなんでね、例えば今でしたら、チャレンジ、 YouTube、 動画、2021年最高とかね、適当に何でも書いたりするのもありです。はい、そう、適当に何でも書くのもありです、本当に。うん、でも、そういうパターンもありなんですけど、テーマを絞ってやっていくっていうことも、ありです。はい、例えば何でもありに、焦点を置くとすると、人生、人それぞれ、女、男、この時点によってもそれぞれということですね。男と女で、また違ってきますからね、考え方などもね、年齢も人それぞれ、年齢によってね、この時代背景とかね、価値観が違いますからね。はい、価値観が違う、ここら辺見てもこの何でもあり、もう自由であるということが、分かってきます。人それぞれ考え方は違うで、家族からの、ね、影響もあると思います。学校教育とかもあると思います。あれ、学校教育っていうのもあると思います。うん、で家族がね、よくあんま使いたい言葉じゃないですけど、毒親っていうね言葉が、あるみたいですけど、残念ながら恵まれてない人をね親も持っちゃった、方もいるかもしれないです。そこででもやっぱりね、価値観っていうのは、やっぱり変わっていくということです。学校でのね教育とかもね、ありますしね、学校教育でやっぱり僕も中学校時代ねヤンキー中学だったんで、あんまりねいい思い出はないですし、そこでの価値観もねだいぶ変わりましたからね、今この何でもありのこの理由自体をね、自分なりに適当にこういうふうに書いていってるのです。はい、これだけでも、なんとなくねこの自分の頭の中、そして今このジャーナリングやっているというの中でね、こう見えてきた、ものがあるというわけです。そうか、確かにね、人生人それぞれでだし、男と女でも違うし、年齢でも違うし、日本とかね海外でも違うしとかね、うん、何でもいいんだ、自由なんだっていうね、ことを、ちょっと自分の中では、考えさせられた。そして今こういうふうにね話しながら、考えたっていうわけであります。何でも OK、 何でも OK、自分が幸せで、みんなも幸せであればもっといいけどねっていうねこともあります。まず一番大事なのは自分であるということですね。誰の人生を生きてるんで、あるというと、やはり自分の人生を生きてるわけなので、あの人からこう言われたからとかね、あの人にこう思われたくないから、こうするとかじゃなくって、自分軸で、やっていくというのがね、人生であるというふうに思えているわけです。ここも何でもありから派生して今話をさせてもらってます。いろいろ派生できます。はい、何でも、どこまででもいけます。
思考の状態なのね、もう無限大なんでね、もう一生かけると思います。しかもテーマが何でもありなんでね、やっぱりフリーです。不倫ですらね、別にあの賛成派とかじゃないんですけど、人それぞれね、あのこれやってこういう過ちを、すみません、なんかフリーから不倫ってなって、テーマ一時変に変わってるんですけど、不倫ですら、その人がね、まだ学ぶべきことがあるということなんでね、善も悪も、本質的にはないんだと。はい、まあ、一夫多妻制の国があるとかね、結婚は、人間が考えたルールであると、あの過ちを犯す時もあるよとね、過ちを犯す時もあると、人はね、相田光男さん、人間だものって言っててね、いろんな時があるよとかね、僕もね、時効ですけど万引きをした過去とかね、ありました。そんな重大な犯罪っていうのはやったことない、やったことないっていうかないですけどね、こんなもんじゃないですか。あと無免許でバイク乗ったとかね、そんぐらいだと思います。あのやっぱり人にね迷惑かけるのはやっぱりダメですよね、大前提として人に人に迷惑かけるのは確かにダメだし、そんなに言ったらこの万引きとかも人に迷惑かけてるんでね、あかんな、ごめんなさいって、謝っておきますが、何ですかね、それぞれも全てはこの成長につながっていると。万引き中毒な人とかもね、いるかもしれないですけど、そういう方もねいろいろ学んでいるんですよね。はい、全ては学びでもあると。何でもありという自由の中で、その中には全て学びが含まれているのであると。全て学びが含まれている、何でもあり、何を学ぼうかとかね、何を学ぼうかなとかね、欲しいものは何ですかとかね、欲しいものは何、得たい結果は何、得たい結果、はい、この得たい結果っていうのもね、ものかもしれないし感情かもしれないですね、私の場合はその幸せ研究所って言ってる場合、言ってるくらいなもんですからね、この幸せという感情についてフォーカスして、集中して日々ねそういうのを考えたりしてるわけですね。その一環で今日も新しいこのチャレンジって言ってますけど、チャレンジを YouTube でこの発信をすると、あれ、ああよかったよかった、 YouTube でね発信、新しいこと、新鮮なことを、やっていってるのが今回の動画でも、あるというわけです、これはジャーナリングの話をしてます、そしてこの今全て筆で書いてるのは私の思考を、見える化させてるんですよね。思考を見える化させてる、これが一つのジャーナリングであると、これやってるだけでもね本当に頭がすっきりしていきます。今現状ねこう結構いいですね、話しながらやるとねこう見えるのでね、これが今現状の僕の今この話してる5分ぐらいの、私という人間です。テーマね、最初チャレンジ YouTube 適当に書いていったんですけど、今何でもありにフォーカスしてここだけ広がっています。はい、万引きっていうね、あの自分の過去とかも、ちょっと思い出したりしてました、過去未来現在というのも意味なくちょっと書いてます。一番大事なのは、現在今を生きるということです。今どうするか、今何でもあり、昔はいろいろ怯えてたりね不安があった、今何でもあり、
かとすると何を学びましょうか、何を学ぼうかな、欲しいものは何、得たい結果は何、感情、物、人とかもあるかもしれないですね。人、あの子が好きやからあの人が欲しいね、まあ、そこら辺ちょっとレベル高いと思いますけど、そういうところもあると思います。何でもありで、どんどん深掘りしていきます。何でもあり、何でもいいんですよね。何でもいい、悪いがあるから、いいがある、ね、いいがあるから悪いがあるっていうふうにも言いますね。もうここら辺見てても何でもいいですよね。選んでるのは、自分ですから、選んでるのは自分です。この動画も別にいいと思った人はいいかもしれないし、悪いと思ったら、悪いと思う人もいるわけです。よくね、この対極図のね、絵を、絵っていうかこのシンボル書いてるんですけど、別に人はどこを見てるかだけのことなんでね、ここら辺見てるとかここら辺見てるとか、でもこの白いね、いいって思うっていうところの中でも悪いと思う局面がある。この黒い悪いと思ってる局面の中でも、この白いね、いいと思う、局面がある。それは例えば気づきとかですね。気づき、万引きしたからしなくなったとかね、例えばいい子ちゃんでいたけど、いい子ちゃんでいたからこそなんか不良の人たちとかね、頭悪い人を見下していた自分がいたという気づきが得られるかもしれないですからね。はい、全ては学びであると、全ては学びであり、この成長に向かっているんだと、全ては学びであると、ここら辺をね、考えていくと全てのことは良くなっていってるってことがね、なんか腑に落ちてくるんですよね。全てのことは良くなっていってる、まあ、変な話ね、戦争とかいろいろ負であるような内容のことって、時代歴史的にたくさんありました。災害とかもそうですね。ただ戦争やりまくって、戦争どんどん減ってきてます。もうナンセンス、ナンセンスだってことがどんどん分かってきたんですよね。まあ、そしてあとはその戦争イコールちょっとビジネスみたいな、ところもあると思うんですけど、戦争でお金を稼げなくなったみたいな時代、時代通貨になってるみたいですけどね。はい、ナンセンスでもビジネスにもならない、戦争はパクパクらしいことなんだってことがようやく、この分かってきたんですよね。この令和、今令和3年になったのか、令和3年でね、災害もね、もう全て滅ぼされたように壊滅的になった街でもね、破壊と創造があると、破壊されたんだけど、どんどんそこからね、進化、発展していってるんですよね。日本でいうと戦争に負けたけど、ここまで、世界のランキングに、並ぶぐらいの先進国になった。どんどん良くなっていってる。今は、中国、今度はインドとかにね、今までなんだ、高度経済成長みたいなところ、貧しかった国が、どんどん成長していって、どんどん良くなっていってるということですね。はい、まあ、バブルっていうのはね、終わりますけどね、財成長、高度経済成長ですら成長ですからね。這い上がってきた、這い上がってきた。昔は自由を求めて、自由がないっていう、感覚が多かったので、自由を求めて這い上がってきて、高度経済成長をし、日本の場合は先進国になった。自由を求めてきた、でも本当はもう自由なんであるとってことが最近になって、まあ、時代的なことですけど、なんか分かってきた。それはもう何でもいいっていうふうに心が 軽くなってきた。
世界 の, その波動というかね、エネルギーがどんどん軽くなってきてるんですよね、世界的に、うん、それが、今スピ的な世界で、スピリチュアル的な世界、でも言われてるんですけど、その風の時代とかね、物質世界から、精神面の世界に、移行してきてるんですよね、はい、エネルギーの状態が変わってきてる、だからもう何でもいいっていうふうに思えてるのも、僕の場合は、そういうふうに思っていますし、そういう方が増えてきてるなと思うんですよね、はい、抵抗がなくなってきた、抵抗がなくなってきた、別に、まあ、ノーっていうのが別に悪いとは思わないんですけど、抵抗すると大変ですよってね、ちょこちょこ話させてもらってるんですけど、ちょっとこれ撮れてるかな、16分もちょっと長くなりましたね、10分ぐらいかなって思ったけど、はい、最後に、肯定はね、肯定は肯定を生み、否定は否定を生むっていう風なね、あの流れが、あるんですよね、ずっとしてばっかりだとやっぱりモヤモヤするんですよね、相手のせいとかにしちゃうんで、否定とかするとね、私は嫌だとかね、私は嫌だっていうか、まあそうだね、いいよいいよいいよってなると、特に悩むことはないです、うん、はい、ということでジャーナリング、ちょっと案外時間かかっちゃいましたけど、こんな感じでやるのが思考ノートです。今回のテーマ何でもありっていう風にやってみましたけど、ここで、私の思考がここまでごちゃ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 っていう風にね、ちょっと考えてみたということです。はい、ということでまた面白かったんでやってみようかなって思います。はい、ということで、現場からは以上です。ありがとうございました。ポチッ。